ハルキダは、ギリシャ共和国中央ギリシャ地方のエビア島にある都市であり、その周辺地域を含む基礎自治体。エビア県の県都であるとともに、中央ギリシャ地方で最大の人口を要する都市でもある。エブリポス海峡に立地し、古代ギリシャ時代から都市として繁栄した。古代ギリシア語及びカサレブサでは、アルファーラムダカッパであり、カルキスもしくはハル。 キスと表記される。都市の名、アルファーラムダカッパの名称はギリシャ語で、銅を意味する、カイアルファーラムダカッパに由来しているが、実際にこの地域に鉱脈があるわけではない。この都市の日本語表記には、カルキス、カルキュダもある。ハルキダの町はギリシャで、第二の面積を持つエビア島の中部に位置し、ティーバから北東へ約2 9トル、首都アテネから、 北北西へ約 56km、県とリバディアから東へ約 63km、州トラミアから南東へ約 112km の距離にある。エビア島と本土の間が最も狭まるエブリポス海峡に面しており、エビア島と本土の間はハルキダにおいて2本の橋で結ばれている。都市としてのハルキダの範囲は海峡対岸の一部にも及ぶ。また、 その市街地は北に隣接するネア・アルタキア、本土のドロシアなど、隣接する都市にも連続している。自治体としてのハルキダ市は、2011年に旧ハルキダ市を含めて5自治体を合併して拡大し、本土側にも広い地域を持つことになった。ハルキダ市は、エビア島側では、北にディルフィスイコールメサピア、東にエレトリアと境界を接する。また、 本土側では西に、オルホメノス、西南にティーバ、南にタナグラと境界を接している。ハルキダ地域に含まれる人口2000人以上の都市、集落には、以下がある。ドロシア以外はいずれも、エビア島側に位置する。ハルキダ考古学博物館の展示物ハルキダにおける、人々の営みは、考古学的には、未経年文明に遡る。 トリパとブロムサにあるミケーネ文明時代の墓は1910年にパプバシレーオンによって発掘されている。カルキスについて言及された最古の記録はイーリアスである。カルキスの名はライバルであったエレトリアと同じ行に記されている。またトロイア戦争に際してアカイア軍が集結して船出した土地であるアウリスはカルキスにほど近いエブリポス海境南側の岸辺であり、 2011年以降は、ハルキダ市域に含まれている。紀元前8世紀及び、紀元前7世紀には、カルキスの人々の入植活動によって、カルキディケ半島に30もの町が建設された。また、シチリア島にもいくつかの重要となる町が築かれた。それら植民地で生産される、鉱産物や金属在庫、貝紫染料や陶器などは、 母子と植民地の住民との間で取引されるのみならず、コリントスやサモスといった同盟国の商戦によって地中海沿いの各地に運ばれ、販路が築かれた。レラント戦争関係図、カルキスの東にある都市、エレトリアとは競合関係にあった。双方の同盟国の支援を受けて戦われたレラントス戦争において、カルキス連合は勝利を収め、カルキスは エウボヤ島で最も肥沃な農業地帯を獲得して、島の覇者となった。しかし、紀元前6世紀の初めに、アテナイに惨敗し、その繁栄は終わりを告げた。アテナイ人は、カルキスを支配していた貴族を追放し、植民者を送り込んだ。カルキスは、その後、デロス同盟に参加した。哲学者アリストテレスは、カルキディキのスタゲーラの生まれで、母が、 カルキスの出身である。ハンマケドニアの機運が高まったアテナイを去ったアリストテレスは母の縁を頼ってカルキスに移りこの地で没している。ヘレニズム時代に入るとカルキスはマケドニアによる中央ギリシャ統治の拠点、要塞として重要な位置を占めることになった。そして実際ギリシア侵略の拠点として紀元前192年には アンティオコス3世に、紀元前88年には、ミトリダテス6世に利用された。1597年の地図に描かれたハルキダローマ帝国の下で、カルキスは、商業都市として繁栄し続けた。6世紀には、北方の侵略者から中央ギリシャを守るために、再び要塞化された。第4回十字軍を経て、1209年以後、エビア島は、 ベネツィア共和国領となり、この町はその主婦となった。ベネツィアの支配下でこの町は、黒い橋を意味するネグロポンテの名で知られた。また、ネグロポンテは、エビア島全体を指すこともあった。1470年、この町は、長い包囲戦を経て、オスマン帝国領となり、シャが置かれた。1688年には、ベネツィアの強力な攻撃を跳ね返している。 この町は1830年に独立した近代ギリシャの最初の領土に含まれる。20世紀初め、ハルキダはエブリポス海峡に面して古い城壁で囲まれたカストロと城壁の外側の新しい街並みからなっていた。カストロにはユダヤ人やトルコ人が暮らしており、城壁の外側の新市街にはギリシャ人が主に居住していた。 1894年の地震では、城壁の一部が、カストロの多くの家屋と共に倒壊した。また、城壁の一部は、エブリポス海峡の拡幅のために解体されている。1899年には、ハルキスは、エビア県の県都と,となった。1904年には、アテネやピレウスとの間に鉄道が開かれた。これにより、ハルキダでは輸出貿易が発達した。 第二次世界大戦時にはかなりの規模であったユダヤ人コミュニティは強制移住によって数を減らした。21世紀初頭の今日、周辺地域を合わせたハルキダの自治体は10万人近い人口を抱える。かつて海の近くにあったカラババと呼ばれる城壁はもはや立っていない。エビア県の旧自治体エビア県におけるハルキダ市旧、ハルキダ市ハルキダ市は エビア県に属する6つの基礎自治体の一つである。現在のハルキダ市は、カリクラティス改革に伴い、5自治体が合併して発足した。5自治体は、旧ハルキダ市のほか、旧ハルキダ市の北にあった、ネア・アルタキ市、東にあった、リランディア市、対岸のアンティドナ市と、アンティドナ市の南にあった、アブリダ市である。旧自治体は新自治体を構成する。 行政区として位置づけられた。下表の番号は、下に掲げた、旧自治体地図の番号に相当する。下表の、旧自治体名欄は、無印が、ディモス、印がキノティータの名を示す。面積の単位は、経平方メートル、人口は2001年国勢調査時点。カリクラティス改革以前の旧ハルキダ市にあたる、ハルキダ地区は、以下のキノティタから構成される。 表中の、デルタ。デルタ、はデルタイタミュータウヨタカッパデルタヨタアルファミューローイオタシグマミューアルファの略であり、カポディストリアス改革による、東廃合以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口を示す。パサスは、市街地南側の海に浮かぶ、無人島である。旧、橋春北駅春場には、エビア島側と、本土側を結ぶ橋が2本ある。 市街地の西、エブリポス海峡の最も狭愛な部分には、急遽がかかる。この地点には、紀元前411年に目標がかけられて以来、橋のかけ替えが繰り返されてきた。6世紀のユスティニアムス1世の時代に、橋は、可動橋に変えられた。オスマン帝国時代に、再び固定式の橋に戻された。1856年には、 木造の旋回橋が作られ、1896年に鉄製の旋回橋に掛け直された。現在の旧橋は1962年に掛けられたものでスライド式となっている。1993年には市街地の南に新しい春木田橋が掛けられた。新橋はシャバリ橋である。本土と春木田を結ぶ幹線道路は、 国道グレーンマイナス44号線である。本土から新、春木田橋を渡ったグレーンマイナス44号線は、市街地南部を海岸沿いに東へ走り、エビア島東南端のカリストスに至る。市街地の南東部でグレーンマイナス44号線と分岐するグレーンマイナス77号線は、北へ向かってエビア島西北端のイスティアを目指す。 聖パラスケビ教会は、ハルキダで、最も興味深い建物である。ベネツィア共和国時代の主たる教会となった。この教会は、東ローマ帝国時代に建てられた教会であるが、構造はは、聖方教会の特徴を備えている。市内にあるアリストテレスの銅像、ベーシックアトラス世界地図帳現代地図帳ハット。 トレーノスタイムテーブル https コロンスラッシュスラッシュチケッツ .trainose.gr スラッシュ dromologia スラッシュありがとうございます。